こんにちは、プロインタビューの早川洋平です。いつも皆さん、石原明の経営のヒントプラスお聞きいただいてありがとうございます。今日は石原先生一緒に当然この場所にいます。先生、今日ここはここは実はここはですね、シンガポールですね。はい、いきなりのシンガポールなんですけど、はい、実は皆さんにもたびたびお伝えしている経営のヒントグローバルの収録でここクリスマスのシンガポールに来ているんですけども、昨日はあのマリーナベイサンズに泊まりね、はい、マーライオンの夜景を見ながら、あのマーライオンなかなかすごいね、はい、口からレインボーな水入ってましたよ夜、一生懸命工夫して水を飲むみたいに口開けながら写真撮りましたけど、それにお茶目なことやってましたけど、はい、そんな石原明さんですが、今日、ね、プラスのリスナーの方に何かお知らせがあるというふうに、この間公開収録に来ていただいた方には、はい、渋谷でね、はあ、僕と早川君のなんとなくお互いに勝手にやっていた趣味っていうかね、はい、あの密かな楽しみが、おお、すごいね、すごい、何 か始まるね、これ何か結婚式ですかね、お互いが密かにやっていた半身浴と、はい、そこですか、はい、をしながらですね、はい、あ、これいいこと思いついたってですね、2015年にこのポッドキャストを聞いてくれてる方が相当数増えてきて、はい、いただく質問の内容とか感想の内容もすごく多岐にわたるようになってきてね、うん、まあグローバル化したので海外に出てみようっていうのでリスナーの方を頼りにですね、はい、グローバルマンもやるようになったんですけど、どういうリアルなサービスをこのポッドキャストをのテーブルからスタートさせようかと思った時に、でも意外とリアルなサービスってやってないですね。そうそうそう、まあ世界初ね、うん、ポッドキャストのスタンドをベースにしてリアルなインキュベーションのサービスをですね、ここからですねスタートさせようと、はい、インキュベーション、うん、まあ企業をですね新しく作りながら、はい、できれば IP をしていきたいというような方を対象に、はい、どういうふうにビジネスを組み立てていいかということや、そういう人がいるんだったら投資しますよっていう投資家の方も含めて、投資家の方にはですね、本当の投資家っていうのはこういうことをするのが投資家なんですよということも含めて、まあ年2回ぐらいですね、リアルな合宿、合宿、うん、1泊2日とか、まあ、もしかしたら勢い余って2泊3日とかになるかもしれませんが、そこであのワークショップを作りながらこんなビジネスのことを考えて回すみたいなプレゼンの大会とか、それを小グループにして投資家としてはもっとこういうふうにビジネス作ったらいいんじゃないみたいな、でワークショップが終わった後に最終的なプレゼンして、そこに本当にリアルに投資するっていうね。それ僕もプレゼンしていいですか？いや全然、いやこれあのリスナーの方は僕が直接いいと思ったやつには投資しますし、うん、まず先生自身、うん、でインキュベーションなんで、投資顧問会社とかそういうことも全部巻き込んでやろうと思うので、すごい面白そう、ポッドキャストをベースにして新しい事業がどんどん立ち上がるんじゃないか、これも日本だけじゃなくてグローバルに世界中から国籍問わず年齢問わずでやろうかなと思っているので、そう思われた背景ってます、うん、やっぱりさっきいろんな質問が来てっていうこともありましたけど、うんうん、何かもう少し感じる部分ってあります？実際に、ね、公開収録もやられたりとか、うん、ポッドキャスト聞いてますよって方に、うん、リアルデジタルから先生もいろいろ触れてる中で何か感じたんだと思うんですけど、やっぱ公開収録をトータルで何回やったんだっけ？もう7回か8回だよね。あそこでリスナーの方たちと実際にこう触れ合った時に相当優秀な人がいるよね。いますね。なので僕自身もそのリスナーの方と一緒にちょっとビジネスやろうっていうふうに声かけたりとかして、気づかなかったけどインキュベーションっぽいことを僕ベースでやり始めていい、そうそうそう、でこれは非常に面白いんじゃないかなと思って、うん、せっかくグローバルもスタートしたので国籍問わず年齢問わずで、ワークショップをベースにして事業立ち上げね、だからその立ち上げに支援したいっていう人も含めて支援者の協力っていうのは結構重要じゃない？そうですね、もちろん、うん、できればまあ、どういう形になるか分かんないけど、ポッドキャストのリスナーの方全体からもなんか出資していいよみたいなことがもし実現するとなると、それはそれでトータルですごい数のリスナーが聞いてるわけでしょ、で彼がついにこういうことをビジネスしましたってマーケットそのものが動いてしまう可能性があるんで、面白いですね、うん、例えばインキュベーションでこんな本作りましたけどどうぞって言った時にリスナーが本買ったらすごい勢いで売れたりとかするとか、この間もある人に言われたんだけど、石原先生そろそろ選挙に影響しますよと、まあ、僕は出ないけど石原先生に嫌われるとちょっと大変なことになるような影響力持ちますよねみたいな、都知事違う、いやいやない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 それはないだけどどうもね、はい、無視できないバランスになってきたっていうふうに分かってきて、せっかくだったらなんかリアルにできたらいいなと思ったんですね。
でリアルにするときに一番将来的にわたってインパクトがあるのは何だろうなと思ったときに、起業したい人とそれを応援する人、それからその直接だけじゃなくて間接的にポッドキャストを聞いている方たちがその事業面白いと思って応援し始めるといいですね、すごいことになるんだろうなみたいな、なんか素晴らしい、うん、あのちょっとしたクラウドファンディングっぽい発想もあるんだけど、それって実験としては非常に超現実で面白いんじゃないのっていうのが最初だね、うん、またすごいこと考えましたね。せっかくなんでシンガポールにいる日本人の方にもですね、僕起業したいみたいな感じで日本でやるどっか一つのワークショップとか、あ、それこそあれではね、グローバルでやったら面白いから海外でワークショップやりますとか言ったら面白いね。あ、いいですね。でみんなでね、うん、そういう発展もちょっといいのかなみたいなことを考えて、はい、ね、気づけばもう多分6年ぐらい前に始めたこの経営のヒントですけども、プラスプレミアムグローバル、そして経営のヒントインキュベーションですかね。まさかこんなことになると思わなかったけどね、よろしくお願いしますということで、はい、石原明のサイトから、はい、ポッドキャストのスタンド行ってもらって、はい、そこにそのインキュベーションで、はい、僕起業したいっていう方の登録と、はい、企業支援したいみたいな方の登録ができるようになっていて、はい、その方たちをベースにさっき言ったワークショップ集めたいなとか思ってるので、はい、企業を考えてる人はこんなこと考えてますみたいなことも軽く書けるような感じになってるので、はい、ぜひぜひサイトに来てもらったら分かりやすいと思います、はい、石原家のドットコムに来ていただければ分かるということで、はい、です石原家の経営のヒントインキュベーション仮ということで、はいはいはい、ぜひ皆さんチェックしてみてください。先生では引き続き今年も頑張っていきましょう、はい、よろしくお願いします。こんにちは、プロインタビューの早川洋平です。石原家の経営のヒントプラス、今日は第265回をお届けします。石原先生よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあこの番組配信される頃はおそらく2月13日ぐらいなので、はい、バレンタインデーが間近ということなんですけど、そうか、今年もバレンタインデーが来るのか、はい、あの今までバレンタインデー日は聞いたことがないんですけど、やっぱり石原先生は今も昔も、昔は下駄箱、今は6個開けるとバーってチョコレートが、バレンタインデーでチョコレートもらわなかったことがないな記憶に。これはすごい嫉妬ですね。自分がバレンタインデーっていうのを知ってから、はいはい、これちょっと好感度落ちるかもしれないけど大丈夫ですか。たくさん来たりとかしますよ、はい、まあ、そんな羨ましい限りなんですけども、はい、今日はですね20代の方からいただいています。あ、大学生ですね、久しぶりに、うん、石原先生、早川さん、こんにちは。私は何回も繰り返し先生の貴重なお話を聞き、毎回新たな気づきがあり興奮しています。ありがとうございます。今回の質問を採用してもらうために、以上のコメントは過去すべての先生のポッドキャストの冒頭を文字化し、テキストマイニングの手法で解析し、出現頻度の高い単語を並べて作成しました。嘘ですということです。びっくりした、はい、もう理解一瞬できませんでした。あ、びっくりした。失礼しました。気を取り直して質問します。気を取り直すらしいですよ、ご自身が。はい、です、はい、私は現在、大学4年生です。2年生の時からこのポッドキャストを聞いている私は本当に幸せだと思います。本気でそう思います。うん、ちなみにきっかけは、伝説の新人ポッドキャストに石原先生が出演されている回を聞き、なんだこの全てを達観している人物は、と思い、聞き始めました。やはりみんなインパクトがあるみたいですね。さて、質問です。コストを削減するかしないかの線引きについて教えてください、うん、私は大学の学生団体で田舎の農家レストランなどへ出向き、地域の人々と一緒に運営をしています。運営していて問題になるのはコストについて。これは人によって食材のレベルは絶対に下げてはいけないという人や、ここを削らないと利益が出ないという人など意見がバラバラです。先生は何をもってコストを削減するしないの線引きを考えればいいと思われますか。私は本当の意味でビジネスに関わったことがないですし、来年から県庁で働くために金銭的利益に直接コミットしなくてよい立場になります。そのためここの飲食業だけでなく多くの場面で必要となる切り捨てるところ、残すところの物差しについて先生らしく広い視野でお答えいただけたら幸いです。よろしくお願いいたしますと。頭の良さそうな質問ですね。そうですね、こういう方がなんかこう公務員の仕事について頑張ってもらえるのは幸せだ ねと思いますけど、はい、これはどんなふうに思いますか、早川さん。そうですね、何をもってコストを削減するかしないかの線引きですよね。これどうですかね、まあ、僕的にはなんだろう、やっぱ本質と全く関係ないものは削ってもういい、削っても影響しない、うん、常にそれだけを考えます。ただまあじゃあその本質何かってとか一応難しいと思うので、うん、そこを見抜くにはやっぱり経験だったり、まあ、僕もまだまだですけど石原先生のような師匠にやっぱりこう意見を聞かないと、その本質が何かってことがそもそも分かんないかなっていうのは
これどのマーケットにこのレストランをターゲットとして経営するかっていうのと、そもそもそのマーケティングをどういうふうに仕掛けるかみたいなことが重要だと思いますね。で、今早川君が言ったみたいに食べ物屋さんなんで、食べ物がまずかったら、まあ、なかなか難しいわけです。まあ、そもそもですね。なんで美味しいまずいもいろんな考え方があって、世界で一番素晴らしい食材を持ってくれば美味しいに決まってるわけですね。高いし、ね、だけどこの値段でこんなに美味しいものだったらっていうような美味しさを演出するということはすごく重要だよねと。そうですね。で安く売ってもこれだったらあんま食べたくないよねっていうのは、まあ NG ですよねっていうことじゃないですか。はい、でそもそもがですね、この、まあ、自然の野菜とかを使ってるわけでしょ、はい、ってことは食事をするところがさ、とりあえず生命の維持をするために、はい、安くて大量に出て、ね、あっという間に食べて帰ってこれるみたいな、安い早いうまいみたいなところではないわけでしょ、だからそのなんていうんですかね、飲食店の置かれてるレベル感に合ったところでコスト削減するにしても、これは削っちゃいけないよねとかっていうことを考えなきゃいけないね。でその上でさっき早川君が言ったみたいに、本質に関わるところはなるべく削っちゃいけないよねと。で本質って何かっていうと、まあ飲食の場合食材だったりするし、今度サービスっていうのが、さっきの安い早いうまいだったら、とりあえず自動販売機でチケット買えばいいと、でチケット持ってとりあえず愛想の悪い人でも出してくれればいいっていうようなことになるわけだけど、農家の自然の野菜を使ったもうちょっと違うところに来るお客さんから見たときに、このサービスはないよねっていうようなサービスレベルでは困るので、人も教育もそこそこちゃんとしないといけないっていうな、なとこもこのレストランで行くと本質削っちゃいけないっていうところに関わるよね。そうするとこの人件費にしても、あんまりその厳しくしちゃうと、人件費っていうのは基本的に何かっていうと、どういう人を集めるかっていうさ、戦略でもあるわけだよね。例えば周りのレストランで働いてるアルバイトの子とか、まあそのパートの女性とかが時給いくらで働いてんのって言った時に、やっぱり一番いいところに行くよね。ね、もちろんその店が綺麗かとか人気があるかみたいなことも含めてっていうことを考えた時には、その辺がその本質になりますよねっていうことやね。で、まあ、そこをカバーするために、例えば経営理念とかさ、働く人の考え方を聞いたりとかしながら、自分たちの思ってることが実現しやすいとか、権限上してくれると、給料以外にもなんか満足感とか得られるから、そこでコストは下げられるかもしれないしみたいな、そういう要素がいっぱい固まってパッケージになっていくわけだよねっていうことね。それからそれがどのマーケットに対してどういうレストランを作るかみたいなことなんだけど、このマーケティングの問題になってさ、とにかくどん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 お客さんが来れば人気になるし、注目されるから人も採用しやすくなりますよね。だからどん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 食事も出ていくと、今度たくさんの量の野菜とか肉とかを使うようになるから、回転数が早いと食材のコストは当然さ、あそこがたくさん使ってくれるんだったら安くしましょうとかっていう感じになって安くなるから、今度このマーケティングの問題で、ここをパッケージとしてどういうふうにマーケットにその告知するかみたいなことも含めてコスト削減しなくても良くなるっていうこともあったりするわけよね。だからそういうのを考えながらこうレストランっていうのは経営するんだよ。早川君、このレストラン経営っていうと、もう僕なんかやっぱり盲目的にとにかくいい食材いいサービスで、そのそこは多分間違ってないと思うんですけど、今お話伺うと、そのいい食材いいサービスいいスタッフ、それはとにかく例えば日本一とか世界一じゃなくて、その自分たちが経営するレストランのそのステージの中で全部妥当なレベルだったらいいわけですよね。そういう意味でのリーズナブル。じゃあ例えばさ、コストを品質を下げないでコストを下げる方法っていくらでもあって、そこにメディアがたくさん来るとすると、そのレストラン自体は、広告媒体にもなるよね。レストランでありながらそこにメディアがたくさん来るってことは広告媒体にもなるから、お宅の商品をここで使ってますってことはお宅の商品の宣伝になりますよね、だからこのくらいの金額で入れてくれっていうのも成り立つわけじゃん、って考えると、
品質によって値段下げるばっかりじゃなくて、はい、品質上げて安くすることもできたりとか。ああ、そっか。うん、そうそうそう。例えば、そこがすごい話題のレストランになっちゃうとするじゃん。はい、それなぜかというと、アルバイトの学生がいろんなことを考えて、うん、物事を決めていってくれますってなったら、はい、そこで働くっていうことはさ、うん、なんか就職活動にすごいプラスになるかもしれないってなったら、うん、それはそれで、うん、優秀な人であればあるほど、うん、うちでは応募が多くて、はい、働いてくれるんですみたいなことになったりするじゃん、うん、だからいろんな角度で物事を考えて、うん、より良いものをパッケージ化するっていうふうにするといいよね、うんうん、面白いですね。これまあそういう意味では今レストランですけど、うん、サービス業全般に言えることなんですか。大きい意味では同じ。いや、経営全体全般ですよね、もっと言うと、うん、そう。だから彼なんか公務員になるときに、はい、こういう考え方いっぱい使って公務員になってくれるとなんかやってもらうと面白いですね。彼を中心に人も会社も国も動くんじゃないって思いますけどね、うん、楽しみですね、うん、なんか最近そういうセンスの人が少ないね。少ない、うん、すごい少ない、うん、じゃあこの方はそういう意味ではセンスがあると思うので楽しみですね、うん、卒業後、はい、はい、ということで今日は265回お届けしました。石田先生ありがとうございました、はい、ありがとうございました。